皆様こんにちは。サッカー情報局改めナデスター局です。今回は B リーグで活躍するナデシコ3つのホットラインです。その他アイドルゆずちゃんのゴールシーン、ナデシコのパリ五輪組み合わせについてです。最後までよろしくお願いします。3つのホットラインとは、浦和の塩越、清家コンビ、広島の中島、上野コンビ、神戸の北川、田中コンビです。リーグ10、11節から見ていきます。まず浦和の清家ですが、清家が躍動しています。今の清家、なでしこに必要不可欠と思います。右サイドを抜け出してのクロス、それを塩越がシュートしたシーンです。続いて清家のハットトリックです。しかもすべて塩越のパスからです。3連続でどうぞ。果たして清家を生かすため塩越の枠があるでしょうか。2番目はおなじみ火の国二人娘です。コーナーキックから中島の竹へのボールを上野得意のヘディングシュートです。惜しくも外れましたが、単純にコーナーキック蹴るのではなく、デザインされたボールはなでしこの武器となるでしょう。次は上野のポストプレーです。中島とのワンツーから抜け出してビッグチャンスを作っています。これはなでしこでも再現してほしいシーンです。お次は逆サイドに開いた中島の華麗なドリブルからのクロス、合わせた上野の頭、ポストに阻まれましたが、素晴らしい攻撃です。最後は左サイドポケットに侵入した中島のクロスに測ったかのように飛び込んでゴールを決めた上野のシーンです。これは防ぎようがありません。なでしこの武器になるでしょう。前回の動画で話しましたが、3バックを採用した場合ウイングプレイヤーが微妙だと言いましたが、広島のコンビは外せないかな。最後のコンビは現なでしこの神戸の2人です。まずセットプレーキッカーの北川のコーナーキックを田中が合わせたシーンです。やはり安定しています。お次はこれが前の2つと違うところですが、田中の右からのクロスに北川が逆サイドから侵入してのゴールです。この2人は出し手でもあり決め手でもあるのです。18名のエントリーなので貴重です。池田さんどうしますか。さてゆずちゃんのゴールシーンです。ゆずちゃんは体格もいいし、スピード、テクニック、左右どちらも蹴れます。ここで情報が入ってきました。英国ユナイテッドの宮澤選手の復帰が近いとのことです。まだまだ早いけども、現時点でのなでしこ予想です。当然3-4-2-1です。 GK 山下、3バック熊谷、南古賀、右に清水、左北川、ボランチ長谷川、谷川、ツーシャドウに藤野と宮澤、トップ田中です。最後にパリの組み分けが決まりました。C グループに入りました。マスコミ等では死の組と言われていますが、見てください、どの組も楽な相手はいません。日程はまず昨年の女子ワールドカップを制したスペインと、7月25日にナントで対戦、同28日にはブラジルとパリで、同31日には最終戦でアフリカ最終予選通過チームとナントで対戦する日程です。最終節までに勝ち点2以上が欲しいところです。最終的には勝ち点5取りたいですね。
はい、本日はここまでです。今後もなでしこを追いかけますので登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。